皆さんこんにちは。小さな店屋さんキッチンです。キノトウ、そんなにねたくさん入手できるもんじゃないですよ。キノトウ味噌作ったはいいけど、これポッチ大事じゃんっていう時、フキノトウの香りはするんだけれども傘はアップ、ナスのフキノトウ味噌、これをご紹介します。相変わらずね渋いフォルムで全く美味しそうに見えないですよね。でもこれねめっちゃ美味しいんですよ。さあナスビです。これサイコロにね切ります。そもそもね味噌とナス合うでしょう。これはね全然いけてます。ナスとフキノトウ味噌の組み合わせ、ナスのとろーんとした感じとほろ苦い味噌の味がマッチしてナイスグーです。ナスビってね油と相性がいいでしょと思って油で炒めてると、油は追加しないといけないし時間はかかるし、そんなことないです。これを解消するためにはナスは炒めるんじゃなく揚げます。これめんどくさいように見えて意外と時短でバッチリです。ナスビはまず洗って水気を拭き取ってから切り始めます。ナスはねアクが出るからって切った後水でさらしたりしますけど、この場合はねもう水でさらしたりしません。なんせ今からね油で揚げるから、水がついてると跳ねて危ないでしょ。それに切ってすぐ揚げるから大丈夫、アクも出ない。油はね高めに熱しておきます。切ってすぐのナスビを入れます。最初はね音がね激しいです。ジョーホヒョ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 みたいな。ところがねもうこれ小さく切ってるのでひちゃひちゃ揚げる必要はないですね。早いですよ、すぐすぐです。ナスビの色が鮮やかになってきたらもう揚げちゃいます。さあ揚げたらここでなんと水をかけます。これね水をかけるのねいいですよ、油っぽさがなくなる。これねお年頃的にね油っぽいのはね胸焼けするでしょだからね水をかける。例えばナスの揚げ浸し作る時も、揚げてすぐパッとね水かけて余分な油を抜くのと、熱がすぐ取れるから色が綺麗に発色します。もし揚げ浸し作ることがあったとしたら水かけるやってみてください。さあこれでナスビの準備はできました。作っておいたフキノトウ味噌を出します。フキノトウ味噌の詳しい作り方はこちらの動画で紹介してます。今回ねフキノトウをね取りに行ったとしてももうお花が立ってるんじゃないかしら。フキノトウといえばつぼみのタイプ、お花がね立ってきて、これは菊なのか、そんな状態になったらねもう食べちゃいけないんじゃないだろうかってずっと思ってました。ところがどっこい、お前はこんな花だったのかっていうような状態になってもねまだ食べれますわこれ。その代わりフキノトウ独特のねあの苦い味が濃くなります。パッと茹でて水でさらす時間、これをね長くする必要があります。後に詰めば詰むほどさらす時間を長くしました。これだけ気をつければまだまだ美味しいフキノトウ味噌できます。作っておいたフキノトウ味噌と合わせます。火をつけます。中火です。ナスがねとろーんとして味噌と上手に合わさればこれで完成です。これね色はめちゃくちゃ悪いですけどめっちゃ美味しいですよ、いけてます。どうぞ皆さん作ってみてください。